スパークリングチェリーのスパークリングナイトコレクション。スパークリングナイトコレクションは過去のライブからえりすぐりのライブ映像をお届けする番組です。第6回目は2017年12月21日、クリスマス付近ですね、21回目の、スパークリングナイトになります。ゲストは、山川悦子さんと木戸康弘さんでした。でめっきり最近寒くなってきたので、ここでねちょっと冬っぽい曲を披露しようかなということで選曲して、山川さんと木戸さんと一緒にコラボレーションさせていただいた木戸康弘さんの楽曲で、タイトルが冬、まさにそのままなんですけれども、それをねちょっといい感じでライブでやった映像が残っていたのでここで皆さんに聴いていただきたいと思います。どうぞお楽しみください。作者の横で歌うっていうこのスリル木戸さんすごいいい曲ですね。そうですね、これバンマスが選曲したんですよね。そうですね、矢上純子さんの、1980年に発売になったミスターメトロポリスっていうアルバムに入っている冬っていう曲なんですけど、はい、作曲者を見た時に木戸康弘っていう名前をここで初めて僕はお見かけしました。なるほど。この曲ってアミもなんか調べたらヤマハの方が結構歌われてますね。だからまあヤマハの中のいい曲っていう感じでストックしてあった曲だと思うんですけど、だからバンドの演奏もちょっとメルティングポットを意識して平成のメルティングポットって言われたらなって思ってた頃なんで、ね、今令和だけどね。そうですよね、この時はまだ平成でしたね。平成のメルティングポット他にも歌ってらっしゃる方って、そうですね、木戸さんに教えていただいたのは、西郷里陽子さんという方を教えていただきまして、その方のも、1980年にこの曲を発表されてるんですよね。あ、そうなんだ。でもね全然感じが違って、でアルバムもねすごくいいアルバムなんで、おすすめです。おすすめぜひ、なんか歌い手さんによっていろんな色に染まる曲なのかな。そうですね、で頃はなんか丁寧にありますよね。歌い手さんが変わっても OK 一緒とかそういう適当なことはしないで、そうちょっとずつなんかアレンジとか決めとかも違ったりしてて ね、そこがまたすごい、いろいろ聴き比べていただくっていうのがいいかもしれない。そうですね、この冬もいろんなバージョンありますから、でこれは矢上純子さんの、そうですね、はい、楽曲バージョンを元にして、まあ、山川悦子さんがコーラスね、山川さんしてたりとかっていう縁もあるんですけど、私の中ではそのこの曲で私らしさをどうやって出すかっていうのをすごく研究して大事に歌わせていただいた曲だなと思うんですけど、こんなのもスパークリングナイトならではだと思います。思います。
とうございます。